こんにちは、みどりです。メルボルンから今日もお送りします。ちょっと前の動画からね、時間が空いたんですけど、実は私チャネリング講座っていうのを行ってて、最近チャネリング、私今セッションって言ったかな、チャネリングセッションを行ってて、今回チャネリング講座っていうのを始めたんですけど、そのテキスト作りでね、結構時間割いてたんですよね。なのでちょっと久しぶりの動画になっちゃいました。で、今日はまあ、普段行っているチャネリングセッションのお客様からの質問をいただいたんですね。なので、まあそのことを今回動画でシェアしたいなと思いました。で、その質問っていうのが、まあ、みどりさんは自信がありますかって言われたんですけど まあ正直、まあ、私自信ある方なんですよね。で、で、どうやったらその自信をつけられますかっていうふうにね 聞かれたんですね。そう。で、そう、まあなんかこう、他の方からもなんか楽しそうだったり、自分のことを好きそうだったりっていうのを言われたりして、どうやったらそんな感じでいられるんですかっていうね、質問を結構いただくので、じゃあこの際ちょっと動画にしようと思って、すいません、ちょっと前置きが長くなったんですけど。はい。で、まあそのね、秘訣っていうか、そういったヒントをね、私がやってることでね、お話しできたらと思います。はい。で、まあズバリ、自信をつけるにはですね、自分の好きなことに、正直に生きるということです。自分がしたいことに正直に、もうそれに沿って行動する。もうそれに尽きます。まあ、簡単そうにね、言っちゃってるかもしれないんですけど、まあ、それが人によってはね、なかなか簡単なことじゃなかったりとか絶対すると思うし、やっぱり、なんだろうな、何々しないといけないとか、何々するべきだ、こうあるべきだっていうのにね、どうしても思考がいっちゃいがちだったりすると思うんですよね。そう。それのやっぱ思考の癖っていうのはなかなか治りにくいので、そう、簡単ではないと思うんですけど、じゃあね、少しでも、まあ、意識次第なので、少しでも毎日そこに意識を向けて、したいこと、自分の心が本当にしたいこと、それを基準に毎日動いていくと、人生が少しずつ楽しくなったり、毎日が楽しくなったりするかなと思います。はい。ちょっとね、すごい かわいいルナちゃんが来ました。ご近所のルナちゃん、ちょっと見せよう。ルナ、カモン、カモン。Oh my god, so cute. ちょっと見えますか？ルナ、私の犬もルナなんですけど、ご近所さんのルナも、ルナちゃん、犬もルナちゃんなんですよ。あ、yeah, that's good. Yeah, I might take video together today as well. あ、かわいい。はあ、ルナ。すいません、全然違う話になったんですけど、すごいね、2匹仲いいのでかわいい。あとでちょっとまた別の動画で撮りますね。すいません。お話それました。そういうわけで、なんだかな。そう。自分に自信をつけるにはっていうとこ、ちょっと振り返ると、おう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 、ああ、やばいやばい、すいません、ちょっと犬が 自分に自信をつけるには、自分が好きなことを、に従って行動する。次に、それを行動していくと、
やっぱり自分自身のことも好きになっていくんですよね。そう。だって自分の、本当に求めている、自分自身が本当に求めていることをしてあげるっていうのは、本当に自分自身が喜ぶことになるのでね。なので、自分自身を自分で喜ばせてあげる。で、その喜んだら、もちろん自分が好きになるし、自分が好きになったらどうなるかというと、自信がつくんですよ。それはね、もうね、経験者の私がすごく、もう自信を持って言えます。ので、ぜひ、そういった意識をね、持って、毎日過ごしてみたらいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、今日は、こんなところで終わりたいと思います。春のメルボルンからでした。すごい今日天気が良くて、気候も24度ぐらいなので、すごい過ごしやすいなと思います。ではまたお会いしましょうかね。あ、ちょっと待って、ルナちゃんたち見せて、ルナ、かわいい、サモエドのルナちゃんと、と私の愛犬ルナ、2人ともルナ。はあ、そう、こっちはね、ゴールデンレトリバーのルナです。そしてサモエド、いやいや、ルナ、カマ、ほら、かわいいです。すいません、乱れた映像になっちゃったかもしれないけど。ではまたお話ししましょう。春のメルボルンからでした。またね。皆さん、良い一日をお過ごしください。ではね、バイバイ。